はい、それでは、今日の文献紹介始めたいと思います。今日紹介する論文は、Towards a Seamless Integration of Word Senses into Downstream NLP Application ということで、まあ、こちらの論文について、紹介していきたいと思います。この論文は ACL2017 の、論文ですと。はい。概要から順に説明していくと、まあ、この論文では、ステートオブジアートな、ちょっとこれ、間違いですね、すみません。語義曖昧性解消、ちょっと SOT の部分抜かして、ちょっと読んでください。語義曖昧性解消のシステムっていうのを、実際の NLP アプリケーションとして適用したときに、どれぐらいの精度が出るのかっていうのを、テキスト分類と、極性判定のタスクを用いて、実際に検証したというもの、ような論文になっています。はい。トピックカテゴライゼーションとポラリティディテクションですね。で、ちょっとタイプがあるんですけど、まあ、それで、精度を検証したところ、まあ、精度の向上が見られたということで、まあ、語義曖昧性解消は、やはり、単語レベルよりもセンスレベルで、NLP を、タスクを解いた方がいいっていうことを、まあ、示した上で、まあ、最終的により実際のタスクに近いような、タスクを用いて評価を行っていくっていうのが、まあ、今後のターゲットとなるみたいなことが、論文中に書いてありました。で、まず導入から順に説明していくと、まあ、現在ほとんどの NLP のアプリケーションっていうものでは、単語レベルの処理が行われています。まあ、あれですね、その単語分割し、日本語であれば単語分割して、まあ、それで TF-IDF 計算して分類したりとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、そういう部分においても、まあ、ほとんどが単語レベルで、まあ、行われているっていうのが、まあ、現状ですと。まあ、しかしながら単語レベルっていうのは、まあ、以下の2つのような問題が、まあ、ありますと。で、まず1つは訓練データにほとんど出てこない意味の変容や発生などが、まあ、性能を低下させる。まあ、まあ、英語であれば、英語、まあ、何々 T みたいな、もう、ものがこう末尾につくような単語の品詞みたいなのっていうのは、まあ、容易に特定できると思うんですけど、そういうものに関しても、低頻度語に関しては、まあ、ほとんど、その考慮できないみたいな問題があったりとかっていう問題が、まあ、この上の部分です。でもう一つは、まあ、単語レベルでしか曖昧性を解消できないため、まあ、正しい意図を補足することができないという問題が、まあ、考えられますと。で、まあ、一つ目っていうのは、いわゆるサブワード、その単語の一部分をの部分部分を処理してあげるとか、まあ、キャラクターレベルでの処理などで、まあ、ある程度改善ができるっていうような、まあ、報告がされていて、実際、まあ、それがアプリケーションとして精度の向上に寄与するみたいな報告が、まあ、たくさん出されているのですけど、その一方でその語義曖昧性解消の部分の2つ目の部分ですね、この単語レベルでしか曖昧性解消できないっていう部分の研究っていうのは、まあ、ほぼ進んでないに等しいみたいなことが、まあ、論文中では言われていますと。で、まあ、実際にこの BBC のニュースのアーティクルを見てほしいんですけど、まあ、この文中ではレースとかハミルトンっていった固有名詞、またフォーミュラみたいな単語に対して、まあ、複数の曖昧性を、まあ、実際に持つ単語が、まあ、多量に含まれていると。で、さらに単語レベルの処理では複合っていうのが、まあ、当然考慮できないので、フォーミュラ1みたいな、フォーミュラプラス1であるときは、まあ、それは、まあ、固有名詞であるけど、でも単語レベルでは、まあ、フォーミュラしか考慮できないので、まあ、そういうものに対しては単語レベルの処理っていうのは、まあ、あまり適切でないというふうに、まあ、言えますと。で、まあ、こういう実際の実用的なニュース、まあ、この場合ではニュースですけど、ニュースのようなテキストっていうものを、まあ、分析対象としたときに、語義曖昧性解消っていうのが、まあ、どの程度効果があるのかっていうのを、まあ、そもそも検証してあげようっていうのが、まあ、この論文の、まあ、一番根幹となる部分で、で、まあ、それを実際に、そのマルチプルトピックカテゴライゼーションとポラリティディテクションっていう、その2つのタスクを通して実際に検証したっていうのが、まあ、この論文の内容になっていますと。で、まあ、このシステムを作る上で、まあ、信頼性の高いグラフベースな語義曖昧性解消手法っていうのは、まあ、新しく提案して、まあ、それを用いて効果がどれぐらいあるのかっていうのを、まあ、検証しています。で、まあ、グラフベースな語義曖昧性解消アルゴリズムっていうのが、まあ、なんだろう、疑似プログラムで書くと、まあ、このような形になるんですけど、まあ、実際のその図を見ると、まあ、簡単で、まあ、
例えば、この場合ではあれば、オアシス was a rock band formed in Manchester っていう文章が与えられた時に、それぞれの単語に対応する、グラフっていうのを、すでに構築された知識から、持ってきますと。で、グラフが一番入っているその単語の語義は、だからこの場合であればオアシスっていうのはグラフが一番入ってる、他の単語からのそのグラフが一番入ってるこのロックバンドっていう、語義で正しいよねみたいな形で、どん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 こう増やしていって語義をこう割り当てていくみたいな形の、手法になっています。ちょっとこっちでは分かりづらくて、ちょっと今の僕の説明も分かりやすいかどうかは分からないんですけど、そのグラフが一番入っている単語に対してその語義を振ってあげるっていうような形になっていますと。で、それに対して、カテゴリーの分類っていうのを考えてあげるので、その分類モデルっていうのをこのように、彼らは定義していますと。インプットテキストに対して、エンベディングにしてあげて、でそれに対してコンボリューションをかけてあげますと。でコンボリューションしたら、マックスプーリング取って、でなんかここに、リカレントレイヤーっていうものが入っているんですけど、筆者らいわくそのリカレントレイヤー、その、筆者らはその LSTM の実装を使ってるんですけど、そのマックスプーリングをした後になんかリカレントレイヤーでそのままソフトマックスにつなげるんじゃなくて、リカレントレイヤーを挟んであげることによって精度の向上が見られるみたいなことが書いてありました。はい。で、ここでそのエンベディングレイヤーで当然その単語埋め込みで単語の分散表現を使ってあげるので、その分散表現について、以下の3つを検討しています。で1つ目がエンベディングレイヤーを一番最初にランダムに、そのイニシャライズしてそれを分散表現として使う方法で、もう1つは、でコンフと呼ばれるその他の論文で提案されている、語義ごとの単語の分散表現を得る方法ですね、というものを用いて得た、単語義ごとの分散表現で、もう一つが、それをよりそのなんか粗いルードの語義の定義に直したものを、学習したものっていう、その3つになっていますと。一番下のその粗い語義っていうのは、単語の語義についてそれがそのイベントであるのか、アニマルであるのか、それともそのクワンティティであるのかみたいなのを、振ってあげたようなものになっていますと。はい。で、この、今まで説明してきたものを使って実際に実験をしています。クラシフィケーションモデル、さっきのこのモデルでは、エンベディングレイヤーのサイズは300次元にしています。で、大体その10フォールドクラスバリデーションを行って検証して、精度の検証っていうのを行っています。で、セマンティックネットワーク、すみません、ここで使うそのネットワークですね。ネットワークの、事前知識として用いるものとしては、ウィキペディアのハイパーリンクっていうものを用いたものと、そのワードネットのそのバベルネットからこう、そのネットワーク構築したそのワードネットっていうものを使用するものの、2つっていうのをまたここでも考えています。で、プレートレインドワード&センスエンベディングっていうのは、基本的にはそのワードツーベックっていうものをこうベースとしたシステムっていうものを用いています。はい。で、結果がこのような図になっているんですけど、インプットタイプのワードっていうのが、単語レベル、センスっていうのがその語義曖昧性解消をしたもので、スーパーセンスっていうのがそれを、粗い流度に直したものっていう風になっていますと。で、一番左のイニシャライゼーションに関しては、その埋め込み層、単語埋め込み層の、初期化をランダムでやったか、その事前学習したベクトルでやったかっていうものになっていますと。で、このグラフを見、このグラフじゃないですね、この表を見ると、単語埋め込みをランダムで学習させたものについては、単語レベルでの、分類に比べて、その語義曖昧性解消した方が、精度が上がっているっていうことが、見て取れますと。この結果は語義曖昧性解消が、テキスト分類において有効であることを、示していると言えます。で、一方でその事前に単語の分散表現を学習したものに関しては、あまり
精度が高くなってないというか、あの元の精度に比べて、まあ、若干落ち込んでいるような部分も見れますと。で、この原因について筆者らは、まあプレトレインドなので、当然その語気の分散表現を学習するときにも当然、まあ、あまり正確ではない分散表現を学習しているという可能性がまず一つとして大きいというふうに述べていますと。まあ、またその単語の分散表現を単語レベルで分散表現を得る方法では、まあ、そのちょっと具体的にこ の, あのプレゼン中では言ってないんですけど、こっちはウィキペディアで学習していて、こっちではその Google の, あの高品質なものを使っているので、まあ、そういう規模の差みたいなものでも、まあ、影響が出たのではないかみたいな考察をしていますと。はい。で、もう一つその極性判定の方の、結果がまあこのようになっていますと。で、まあ、極性判定の方の結果を見ると語気曖昧性解消が、まあ、全体的にそもそもあまり有効ではないような、まあ、印象を受けると思います。まあ、この太字は勝っているところなんですけど、まあ、太字がないそのワードの方が精度が高くなっているっていうものタスクセットも、まあ、多く見られますと。で、筆者らはこの原因について、まあ、その極性判定っていうものでは基本的にはその語気の曖昧性が大きく寄与する部分はなくて、ただ単にその単語をスパースにしてしまったためにその学習が、まあ、あまりうまく進まなくて精度が低下したのではないかみたいな、考察をしていますと。まあ、事実その、これ横軸がドキュメントサイズで縦軸がアキュラシー、その精度がどれぐらい上がったかっていうものをまあ示すグラフになっているんですけど、まあデータセットが少ない、データが少ないような部分で語気曖昧性解消を適用した場合は精度が低下しているんですけど、まあデータがある程度大きくなってくるとその語気曖昧性解消を適用した時の精度がまあ上がっているっていうのがまあ見て取れますと。まあつまりその語気曖昧性解消をするときはその語気ごとにまあ、単語が分かれるので、まあ、それに対そのデータ数が、まあ、ある程度ないと、まあ、正しくその分類を学習してくれないというようなことが、まあ、言えると思いますと。はい。まとめになりますけど、まあ、長いテキストなどに対しては、分類タスクなどにおいて語気曖昧性解消をすることによって精度が向上することを、まあ、示しました。一方でその精度の向上に対しては語気曖昧性解消自体の精度とか語気の流度みたいなのが問題になることを示して、今後はより実験的な実用的な実験を通して曖昧性解消の有効性を調べていきたいというふうに、まあ、論文中では述べられています。はい。以上で発表を終わります。